高見型総海定は、海上自衛隊の中型総海定の緩急。海時の総海定として、初めて機雷相当に対応しており、合計で19隻が建造された。朝鮮戦争での大機雷戦の経験は、陳定式艦王機雷の脅威を、関係各国に認識させることとなった。特に艦王機雷発火装置の高地の受け、目標追尾機雷の出現は、 従来の栄光式広報総会における、食雷のリスク、総会の不確実さを増大させることになり、爆発物処理の手法により、機雷を一個一個確実に無力化していくという、機雷相当に注目が集まった。しかし一方で、1950年代初頭の時点では、アメリカのアン、ユックスマイナス1など、最初期の機雷探知機しか実用化されておらず、 1 0 0ヘルツ級のこれらソナーでは、嫌いらしい目標を探知することはできても、それが実際に嫌いであるかを類別するには、至らなかったため、嫌い相当に用いるには、実用的ではなかった。この問題に対し、イギリスのプレッシー社は、嫌い探知用の1 0 0ヘルツに加えて、嫌い類別用の3 0 0ヘルツに対応したに、周波数ソナーである AzDIC193 型を開発し、 1960年代初頭より、同国海軍のトンキュー総海底に搭載して実用化した。日本の海上自衛隊においては、第1次防衛力整備計画、第2次防衛力整備計画で所要の最低限の総海作戦勢力を整備した後、第3次防衛力整備計画で、さらなる総海能力の量的、質的向上が目指された。このことから、 昭和42年度計画より整備を開始する新型総改定には、トン型と同様の相当機能を付与することとされた。新型の機雷探知機の装備が求められたことから、その関連設備の容積、重量は増大し、水中処分委員4名や、その装備の収容スペース、またカサド型の運用実績を加味した改正も加えられた結果、 30msc と比して、基準排水量で50トンの大型化となった。また、嫌い探知機の性能確保の必要上、その総振り機は、選手部付近に配置せねばならないため、その赤い甲を設けるためにその部分のフレーム形状は、U 字型とされるとともに、キールも極度に拡幅されたが、このため工作は、非常に煩雑なものとなった。使用樹種は、 下記の通りで、構造部材の大型化に伴って、長弱材はすべて米末の修正材とされた。総快速力向上のため、主機関は、出力720バリー機に増強された2サイクル12、気筒ディーゼルエンジンである 12ZC15、20とされており、肘性化率は88から89%であった。また雑音低減のため主機に、防振指示が導入されたことから、 これに伴う各かかじ軸継ぎての装備もあって、機械室長さは増大している。減速機も、通常高層時と爽快時の低速、高負荷時に対処できる、要、二段式とされた。また昭和45年度定以降では、推進機を参照の可変ピッチプロペラとすることで、手機の減速装置は再び二種から一種に統一された。なお、かじ取り装置は、油圧式となっている。 主発電機も交流化され AC450V80kW2 基と増加し、昭和44年度定からは総会用発電機の交流化が実施された。これ以外にも電子機器の温度上昇に対応するため、戦闘式書と電信室に冷房が備えられ、暖房器具についても温水循環式からサーモタンク式となっている。 第4次防衛力整備計画の昭和47年度定からは、自走式総海処分具や居住区の冷房を備えた420トン型の新型総改定を計画したが予算が認められず、発電機の発電量増加型の採用と居住区への冷房の追加にとどまった。これらの要求や装備の新型総海用具の更新は、次期総改定のは、津島型に持ち越された。 上記の通り、本型では、機雷相当に対応して、新型の機雷探知機が求められたことから、昭和42年度定では、アズディック193型を輸入により搭載している。また防衛庁技術研究本部では、同期を元にした、国産機として、1966年から1967年に、かけて、ZQS-2 を開発しており、その実用化に伴い、 昭和43年度定以降ではこちらに切り替えられた。一方、対水上捜索レーダーは 40MSC 以降と同じく X バンドを使用して分解能に優れた OPS-9 とされている。同世代の欧米総海艇と同様、機雷処分は基本的に水中処分員に依存しており、後の総海艇のような戦具式の機雷処分具は搭載していない。 朝鮮戦争当時にアメリカ海軍が機雷相当を試みた際には水中処分員が爆薬を仕掛けて直接処分するという極めて危険な手法が採用されていたがイギリス海軍のトンガ多層海底においては機雷を機雷探知機により探知した後水中処分員がゴムボートで進出し処分用爆雷を投入して処分するという手法が取られていたただしこの手法でも 肘製のゴムボートを使うとはいえ、嫌いの直上に人員を進出させる必要があり、危険であった。また水中処分員は、柵を使用した捜索に加えて、携帯式の RQS-1 による捜索も、行った。総会具はいずれも 30MSC のものが、基本的に踏襲された。また、要項手段としては、従来の電動式でリックに変えて、油圧式クレーンが用いられている。 ありがとうございます。